ジョバンニカルノバリは、イタリアの画家である、イルピッケオのあだ名でも知られる。現在のロンバルディア州、バレーゼ県のモンテグリーのバルトラバーリアに生まれた。まだ11歳であった1815年に、ベルガモの美術学校、アッカデミアカラーラに入学し、校長のディオッティに学び、すぐに才能を認められた。当時のアカデミック絵画の主流であった、新古典主義から離れるようになり、 16世紀のイタリア絵画の伝統に従う肖像画を描くようになった。美術学校の展覧会に出展し、1826年から宗教画などの依頼を受けるようになった。1820年代後半に修行の旅に出て、1831年にローマで働き、パルマでも働いた。1838年にミラノに移り、 ミラノの美術学校の展覧会に出展した。この頃、トランクイッド・クレモナを弟子にしたとされる。15世紀の画家、コレッジョやミラノで働いた画家、アンドレア・アッピアーニや当時のフランス美術の影響も受けたとされ、曖昧な輪郭を特徴とするスタイルで描くようになった。1843年に再び、ローマを旅し、1845年には、 ナポリやパリを旅したとの記録もある。くれもなで亡くなった。ありがとうございます。